こんにちは、実況の西岡明彦です。今日はカップ戦決勝の模様をお届けします。本日の試合はチェルシー対マンチェスターユナイテッドのマッチアップです。今日は元チームメイト同士の初対戦です。新しく加入した選手が古巣相手にどうプレーするのか興味深いですね。チェルシーのボールで試合が開始します。ここは簡単にボールを渡してしまった。決めに来た、決まった。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。試合時間は前半4分、早くも先制点です。マッツ・フンメルス、カーヒル、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。サポートも使って分厚い攻撃に出たい。最後は触っていましたか。タッチラインを割りました。ゴディン、サイドチェンジしました。ここにいるのはネイマール。タッチラインを割りました。彼に当たっていたようですね。ネイマールが絡んでいきます。オスカー、シュートはわずかにポスト横。横へ展開、このヘッドは浮いてしまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。ダレイ・ブリント、ウェイン・ルーニー、
素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ディマリアがここにいました。ウェイン・ルーニー、ネマニャ・マティッチ、ウィリアム、再び戻す、オスターに注目しましょう。サイドからサイドへ、打った、外れました。ゴールを奪うには至りません。今のはちょっと足元取られたんじゃないでしょうか。エディソン・カバーニ、カバーニ、ラミレス、フィリピン、バナーヌ、オスカールが顔を出す、ボールを取りに来ました。ブリント、ディマリアがここにいました。ボールがフリーになりました。ケディラ、ネイマールがいます。うまく届きますか。ヘディラ、セルヒオ・ラモス、可能性のあるクロスでしたが見事にカット。カバーニ、ボールを失いました。突破しました。ネイマー、弧を描いてゴールへ。試合前のデータから見るともう少し対等なマッチアップになると予想していましたが、はい、シュートチャンスの数がかなり違いますね。シュート数に比例した展開になっていますよ。フィリピン、エディソン・カバーニ、エデン・ハザー、チェルシー、ここは決めたいところ。ラミレス、クロスきた、ディフェンスがボールをクリア。ネイマールが絡んでいきます。打ってきた、ゴール、マンチェスター・ユナイテッド。両チームの点差がさらに開きました。ちょっともうこれは勝敗という点では難しくなりましたよ。別の角度からご覧ください。序盤で点差が開きました。一方的な展開になりそうです。フィリピン、カバーニがこれを抑えます。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは3対0、ゲームはハーフタイムに移ります。ファイナルの戦いもここで折り返しですが、ここまでを振り返ってどう思いますか、堀池さん。はい、素晴らしいファイナルになっていると思いますよ。どちらも積極的に
ユナイテッドがリードで後半キックオフです。オスカルが顔出す。ボールを大きく押し出します。ゴディン、バロテッリ、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。タックルを受けています。ネイマール、ウィリアム、ラミレス、マッツ・フンメルス、フィリピン、相手のゴール前でパスを回します。チェルシーがフリーキックを獲得しました。監督が選手の交代を指示しました。調子が出ないようでしたね。よく休んで次の試合に集中すべきでしょう。ゴールはクロスバーをわずかに外れました。ディマリアが行きます。どうだ、このボールはどちらが取るか。ボールのコースが変わる。ラミレス、ネマニャ・マティッチ、アスピリクエタ。点差を考えますと入りはしませんでしたが、シュートで終わるといういい形となりました。ラファエル・バナーニ、ケディラ、セルヒオ・ラモス、ヘディラ、ボールと人がうまく連動しています。ブリント、サイドへ、マークを振り切った。ボールがこぼれた。フリーキックです。ユナイテッドです。ジャンプした壁に当たる。ボールがこぼれました。入るか。キーパー弾きましたがゴールです。うまくチャンスを作りましたね。スーパーゴールです。最初のセーブは見事でしたが、相手のこぼれ球への反応が早かったですね。この角度からも見ましょう。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。ファブレガス、フィリピン、チェルシーのフリーキックになります。ここにいるのはネイマー。ディフェンスはあぜん。かわしてさらなる攻撃に出る。ここはボールを奪取しました。バロテッリ、サミー・ケディア、決まるか。パンチングで弾きました。マリオ・バロテッリ、決めに来た。コーナーキックになります。
ヘディングでクリア、ピンチを回避。しまったという様子を見せてますね、堀池さん。はい、今の場面ですとそう思っているでしょうね。ボールはクロスバーを越えました。思いっきりのいいシュートでしたね。すごいシュートでしたが、ちょっと高すぎました。注目のバロテッリはここにいます。しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ファブレガスです。ぶつかり合っています。なんとも驚愕の展開となっています。チェルシーがここまでのリードを許すという展開を誰が予想していたでしょうか。さあ、バロテッリです。ネマニャ・マティッチ、ボールにはファブレガス。ジェゴ・コスタ、中にボールが入る。クロス来た。シュートだ。わずかに上。突破しました。狙っていった。押し込めるか。オフサイド。これは助かったというべきでしょうか。タイミングとしてはいいタイミングですね。あとちょっとですよ。全日程が終了し、カップウィナーが誕生しました。素晴らしいパフォーマンスでしたね。ここまで勝ち上がってきた勢いを感じましたよ。ファイナルにふさわしい好ゲームでタイムを飾ってくれました。オスカネイマー、決まった。ユナイテッド
バロテッリー